カバン語、または、混成語とは、複数の語のそれぞれの一部を組み合わせて作られた語。混合語、混合語、または合成語とも呼ばれる。合成語と似ているが、合成語が、この語気を完全に保って二語を組み合わせたものである。スモーク、フォグ、スモックなどがある。英語を尺用して、ポートマントーとも呼ばれる。カバンの、ポートマントの例、カバン語という言葉は、ルイスキャロルが、 鏡の国のアリスの作中において、一軍の造語を、ポートマントという両開きタイプの旅行カバンに関連づけて紹介したことに由来する。作中で、ハンプティ・ダンプティは以下のように発言している。さよう、年活とは、滑らかで粘っこい様子じゃ。この言葉は、旅行カバンのようじゃろう。二つの意味が、一つの言葉に、詰め込まれておるキャロルは、このようなカバン号。 ハンプティダンプティがアリスに説明する、ジャバウォックの歌を代表とする自作の詩の中に、ユーモラスな効果を狙って使用した。英語においては、これらの単語を示す、本来の用語は、ポートマントワードであったが、カワン語という用語と、カワン語が指し示す用語の形式が広く、一般に用いられるようになり、この用語は、単純に、ポートマントと省略されるようになった。 さらにこの形式の旅行カバンが廃れてからは、英語でポートマントという用語が本来の意味で使用されることは滅多になくなった。カバン語はおどけた印象を与えるために意図して作られることが多い。他方で今までは語がなかった事物を表現するために新語として作られることも多く、現代に定着しているものも少なくない。また、新しく、 地名を作り出す際も含まれる領域の旧称を用いて、根校の要領で作られることもあり、これは合成地名と呼ばれている。日本語、ことに、大和言葉においては、正規の語法として用いられることは少ない。かなり古くから用いられた例として、破く、トラまえるなどがあるが、これらは誤って二つの単語が混同されたものとして扱われることが多い。 近年のものとしては、ビックショーや、特に商品名に多く用いられている。熱まシート、ネスプレッソなどがこれにあたる。昆虫のコロギスも、混成語である。日本国語大辞典に挙げられている。混成語には、以下などがある。混成語は、以下の手法のうちのいずれかにより作成される。蒸気の、スライスのように、原型となる、各単語成分の発音の一部が、 各語の意味のほとんどを保存したまま混合される。この手法はルイス・キャロルの好むところであり、他の手法はほとんど使用していない。ブレックファーストとランチでブランチのように第1の子の前半と第2の子の後半が連結される。この手法は混成語を作成する最も基本的な手法である。両方の単語成分が共通する文字や発音の配列を有している。 作成されるカバン語は、この手法で生成される、混成語は少数である。ABC 清水康幸。複合も、日本大百科全書。2017年5月24日閲覧。小学館、日本国語大辞典の、荒が引くうの項目に、語源説、アラソフトカラカフの混合語、両系理原稿、とある。小学館、日本国語大辞典、汗清水区の項に、 汗しずくと、汗みずくとの根拠語とある。小学館、日本国語大辞典、いいやこし、い、やぶ、くなどの項目で使われる。田中晴美み1988、P110、509、ABC 田中晴美み1988、P509、ポートマント、デジタル大辞腺、2017年5月24日閲覧、AB 田中はるみ1八8 P510 言語学大辞典第六巻亀井隆河野六郎千葉栄一三聖堂1996年1月1日595ページ ISBN4 から385152187捕まえる捕まえる捕まえるデジタル大事典2017年5月24日閲覧混同してできたことを説明している 捕まえる捕まえる捕らまえる。大辞林第3版。2017年5月24日閲覧。混行したごと説明している。混成。ブリタニカ国際大百科辞典小項目辞典。2017年5月24日閲覧。言葉遊びの読み解きと鍵。西脇沙織 2010p27。ありがとうございます。